おはようございます、こんにちは、こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。まあ本当にね、気温が上がったり下がったりで、この間まで30度だと思ったのが今20度が最高気温になったりとかで、これからまた台風が過ぎるとまた暑くなるとかいう話も聞いて、今日もね結構蒸し暑い感じで27度まで上がるらしいんですけど、体調に本当に気をつけてくださいね。さて今回なんですけど、アリエクスプレスがまたセールやってるんですよ。またかって思う人も、まあまたやってくれたのかって思う人もいると思うんですけど、11月の11日のセールの時にイヤホンのおすすめは紹介するし、今回のセールに関しては中国ので国慶節だったかなっていう、あの長いお休み、1週間ぐらいのお休みがあるんですけども、その前にちょっとね一回セールやろうっていうタイプのセールだと思うんですよね。でまあまたイヤホンの紹介、1ヶ月に1回おすすめのイヤホンを打つのもどうかなと思ったので、今回はちょっと趣向を変えて HCK のケーブルだけを紹介してみようかと思いまして、こんな動画を撮ってみました。なんですけど、なんで HCK だけなのって思うかもしれないですけど、それは単純に僕が HCK のケーブル、あの所持し終わってほぼ全部触らせてもらってるからですね。本当に HCK からは感謝しかありませんね。さてそんなわけなんですけど、まあこうパッと見て安いなと思うの、今670円のケーブル画面に映ってると思うんですけど、このね670円の8芯ケーブル、ちょっとねもうね、あのかなり売れちゃって 3.5 ミリがほとんどなくて、 2.5 ミリの MMCX と 4.4 ミリの MMCX、 それから2ピンしかなくて、なおかつ2ピンはこれ古いタイプの中華2ピンなんで、埋め込み型のイヤホンには使えないんですけども、でも746円ってこれ安いんですよ。まあ元々もね1000円ぐらいですごくお安いイヤホンのケーブルではあったんですけども、そっからさらに安くなっちゃったっていう。これねどういうケーブルかっていうと、結構ね今あの中華のケーブルと16芯ケーブルって流行ってるんですけど、この16芯ケーブルとほぼ同じ線材を8芯に編んだようなケーブルでして、あの16芯に比べて結構音のバランスが、16芯って結構厚みのある音のケーブルが多いんですけども、そこまで厚みもないんだけど、ちゃんと8芯使ってるんでいい感じだし、なおかつ取り回しもめちゃくちゃいいっていう。でこのねプラグも軽いんで、結構外使いの時に僕今でも全然使ってるケーブルなんですよね。これ本当に使いやすいのでおすすめです。で加えてこれ銀のバージョンもあるんですよ。銀のバージョンも、あ 3.5 ミリなくなっちゃってるな、でも 2.5 ミリの、2ピンと MMCX が残ってるので、 2.5 ミリのバランスで、いつも外持ち歩いてる人とかはこれおすすめなんじゃないでしょうか。ちなみに 4.5 ミリも MMCX 残ってますね。もう本当に、2桁とか1桁ぐらいしか残ってないみたいなんで、今回のタイミングでもし気になってる人がいたら掴んでみてください。3.5 ミリがないのがちょっともったいないけどね。でも本当にお安いんで、今回、もう多分処分の値段だと思うんで、ここは掴んでいっていいんじゃないかと思います。あとはそうだな、2000円以下で、このリッツ OCC、多分ね、さっき言った銀メッキ線と銅線の、置き換えぐらいのポジションに入ると思うんですけど、こちらのは4芯で線の数は少ないんですが、より上位の線材を使ってる OCC なんで、これ、大川クリスタルコッパーだっけ、あの昔ワンクリスタルコッパーって言ってもめっちゃくちゃ大恥かいたことあるんですけど、まあとりあえず単結晶銅を使っていて、でなおかつこれこの値段で購入できる単結晶銅ってなかなかないんですよね。でケーブルも結構細いんで、あの線材自体が結構厚みがあるんで、取り回しに関してはちょっと癖がつきやすくはあるんですけど、細いんで軽いし、そんなにこうたわまないので使いやすいですし、あの結構 KZ 系の定番とかに組み合わせやすい感じになってるんですよね。プラグも 3.5 ミリから 4.4 ミリまで全部取り揃えてますし、それからイヤホン側もこれ面白いことに MMCX で2ピン、これ埋め込み型にも対応できるタイプの2ピンですね。で加えてあの NX7 っていうイヤホンが、これ TFZ 型と同じプラグなんで、 TFZ のイヤホンにもそのまま使えるっていうプラグも使えます。で加えてさらに QDC もあるので、まあ使いやすいですよね。あのほとんどのイヤホンに対応できると思います。で加えてね、これあのまだ現行品なんで、もちろんこのイヤホンの端子側の方も全部揃えてますので、もし気になった方はどうかと思いますよ。で加えてさらに面白い音が欲しい場合は、これの純銀線バージョンがあるんですよ。銀メッキ線ってよく聞くんですけど、これは本当に中身まで純銀、銀メッキ線は中が銅で表面が銀でコートされてて結構音が面白いんですけど、純銀線はさらにこう高音域に音をフォーカスしたい時にすげえ綺麗な高音域が出て、で低音域がこう引き締まるので、高音域が好きな人にぜひとも試してみてほしいケーブルです。でなおかつ僕個人的にはこの細いタイプの安い方の純銀線の方が面白い音が出ると思ってて、これ線が多くなっちゃうとちゃんとこう低音が出るようになってくるんで、これの、いやこのケーブル、安いケーブルの方が音が変わりやすいんですね。なんでこの音で楽しんでみてほしいなっていうことで、一歩持っといてほしいってところがあります。こっちもね、あのプラグの選択肢としては MMCX、 それから埋め込み型にも対応できるこの
ボコッと出た2ピン。で、それから NX7、さっきも言った通り TFZ 型ですね。それから QDC、これ KZ のケーブルにも使えるタイプなんですけど、こんな風にラインナップされてます。僕ね、CCA の CA16 にこのケーブル使ってるんですけど、本当に音が面白いくらい変わるんで、特にこう、音がね、ちょっとね、まとまりすぎちゃってて、もうちょっとこう、切り分けがしやすい音が欲しいなと思ってる人には、ぜひともこのケーブル使ってみてほしいですね。さあさあ、他にお買い得はあるかな。あ、C16 が安いですね。C16 シリーズ、3、4、5と2が今、ここに出てて、1もあるんですけど、個人的にはこのミックス線タイプがおすすめしたいんですよね。C16 の5。これでも1570円から買えますからね。こちらもラインナップとしては、MMCX。それから、NX7。さっき言った TFZ タイプですね。それから、2ピンがあるのかな？結構どちらかってんな。KZ のタイプ C にも使える QDC タイプ。で、それから2ピン端子に関しては、こちらは残念ながら中華2ピンですね。埋め込み型には対応しない。根元しかないタイプの2ピンになります。っていうことなんですけど、バランスとしてはやっぱりミックス線の方が、音色としては、結構ね、16シーン、特に HK の C16 に関しては、動線だけだとちょっと、音がこうすげえ落ち着くんですよ。落ち着くんで、それもそれでおすすめなんですけど、一番最初に買ってみてほしいのは、高音もちゃんと低音もちゃんと出るっていうことで、ミックス線のこの C16 の5ですね。これも本当に安くなっちゃいましたね。もともとそれでも3000円ぐらいでも安いって言ってたんですけど、みんな本当に値段が下がってきますね。新品でも安いんですけど、僕はまあ、せっかくだからこう、手に取りやすくなった値段のものをおすすめしたいですね。あとはそうだな。さっきその C16 の時に低音がもうちょっとこう出るケーブルになってますよって言ってたんですけど、この GCT4 とか特に低音側とか、あと高音域がこうあんまり主張されない感じで出る、イヤホンが欲しい、出したい人にはおすすめですね。こちらも、2ピン、MMCX で、2ピンはこれ埋め込みタイプにも対応できる、こうボコッと出っ張ったタイプですね。っていう2種類なんですけど、これがね、本当に太い導線で、線が太いからか、こう、低音域側が一切失われないんですよね。でもって、銀メッキとかされてないんで、高音側がちょっと優しくなるっていう音なんですけども、でもそれでもね、ちゃんとやっぱりいい線材使ってるからなのか、切り分けはちゃんとできるっていうケーブルなんですよね。なので、こう、素直なイヤホンの音が欲しくて、なおかつちゃんとしたケーブルに乗り換えてみたいかなと思う人には、2038円で今回乗り換えられるんで、ぜひとも試してみてほしいですね。もう本当に、これ一個ずつ押していくと大変なことになるんですけど、まあ、2000円出すとね、今度は C の24シリーズが出てくるんですよね。もう数が多すぎてどうなってるかわかんないですけど、個人的に C24 シリーズで一番おすすめしたいのはこの24の2です。こちらもね、ミックス線で、なおかつこれ C16 より24の方が線の数が増えてると、前ね、他の動画でお話ししたんですけど、ケーブルのその触ってみてた傾向として、こういう線の数増えるとどんどんこう、マイルドな音になりがち。で、線の数が細いと、少なかったり細かったりすると、よりこう、シャープな音が出がちっていう印象があったんですけど、24と16に関しては、24の方がシャープになるんですよ。シャープになりつつも、やっぱりちゃんと潜在の数はあるんで、低音も痩せないっていう素晴らしいケーブルになってます。24の方もやっぱりこのバランスケーブルが一番、あ、バランスじゃない、すいません、ミックスケーブルですね。ミックス線が一番いいと思うんですけど、C24の2と、あともう一種類確かあったはずなんですが、個人的にはミックス線をおすすめします。もう本当にね、みんな安いんで、僕もまた買っちゃいそうな感じになってるんですけど、ケーブルだいぶ余ってるんですよね、今の時点で。今回、24の2が一番おすすめな理由は、まあ、もちろんね、これ QDC も、TFZ も対応してまして、MMCX と2ピンもこの通り。ちゃんと、2ピンの方もね、埋め込み型にも対応できるタイプになってます。っていう感じで、使えるし、この色合いですね。あともう一個ちゃんとオーソドックスな色合いのものもあるんですけど、個人的にはこのイヤホンの、この色。結構ね、落ち着いた色なんで、いろんなイヤホンに合わせやすいんですよ。僕は、今繋がってるのが、これは NX7 じゃない、KZ の ZX ですね、に繋がってるので、ZX とかみたいな、こう、全体を強化したくて、で、なおかつ、高音域があんまりうるさくなってほしくないなぐらいのバランスだと、かなりいい感じになるんじゃないでしょうか。特に標準ケーブルから乗り換えて、さらにその音とバランスを保ったまま上げたいときには、こいつとてもいいと思います。で、取り回しもいいですね。ちょっと重たいけど、いやー、もう本当にノープランで始めてるんで、何個紹介するか決めてないんですけど、どん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 本当に目についたもの全部紹介しちゃってる感じがしますね。さてさてさて、他にもあるかな。あ、
そうそうそう、これこれ、あの意外にこう話題になってないんですけど、 H4 の1と H4 の2めちゃくちゃ良かったです。これね、ロフティの、まあロフティがね、ちょっと思ってた音と違う、めちゃくちゃいい音なんですけど、思ってた音と違うっていうこう意見に合わせて、HG が2本いきなりワビケーブルとして送ってきたケーブルなんですけど、これワビケーブル扱いにするのはすげえもったいない、いいケーブルなんですよ。特に、あの、線の数が少なくて、で、なおかつこれ銀メッキ線、もしくはそのミックス線なんですけど、H4 の1がこの銀メッキ線、で、H4 の2がミックス線ですね。これ、あの、さっきのその、銀メッキ線、じゃない、純銀線と同じで、高音域の方をこう引き立てたいときにめちゃくちゃいいケーブルなんですよ。特に、さらに高音域を強化したい場合は H4 の1。で、これ、高音域も低音域もバランスよく強化したいけど、高音域が主体になってほしいっていうときは H4 の2がおすすめです。こちらですね。ケーブルのプラグは MMCX。それから 0.78mm の2ピン。ただし、こちらも埋め込み型じゃないです。結構ね、最近に出たケーブルみんな埋め込み型対応だったんですけど、これに関してはなぜか埋め込み型じゃないんですよね。で、それから QDC。こちらが KZ の Type-C にも使えるタイプになってます。結構ね、KZ ケーブル、あの、探してる人多いと思うんで、QDC は KZ の Type-C と同じって覚えておくと、これから迷わないで済むと思いますよ。っていう3種類ですね。こちらは TFZ 型は用意されてないんですけど、TFZ 型はこの 0.78mm の2ピンがほぼほぼ対応します。ということで、高音域型が欲しい人は、さっき言った純銀線とこの H4 の2がおすすめです。あ、H4 の2だけじゃなくて、1も2もですね。というわけでもう、本当にいろいろ紹介してきたわけだけど、あともう一つ二つぐらいは紹介しときたいかな。この上のラインも今めちゃくちゃ安いんですよ。あ、二つごめんなさい、紹介していいですか。あのね、他にもまだまだゴールデンフォールですとか、このあたりの上級モデルもめちゃくちゃいいんですけど、個人的におすすめしたいケーブルですよ。他のやつもめちゃくちゃいいんですけど、個人的にこの中でも一押しの、この上級ラインでも一押しのケーブルっていうと、やっぱり C4 の1ですね。これ本当に動画作って何回もおすすめしてるぐらいおすすめで、あの、銀メッキ線でなおかつ細くて、で、なおかつこれ洗剤がいいやつ使ってるんで、低音域がこう、ウォームになる傾向ではないんですけども、感触系のイヤホンをそのままの路線で全体を強力にしたような音が出るんですよね。本当に、僕、感触大好きなんで、で、なおかつ低音好きじゃないですか。両立してね、なおかつ解像度も上がるケーブルないかなって思ったら、もうこれしか頭に出てこないぐらいのレベルでおすすめです。ちょっとね、お値段は高くなっちゃうんですけど、これもともと1万円ぐらいで売られてたケーブルなんで、それでもすごく安くなってるんですよ。なんで、ぜひとも試してみてほしい。で、布巻きで黒ケーブルなんで、結構こう、汗とか気になっちゃう人も、中身にこう、だんだんね、黒ずみとか出ちゃうんですけど、やっぱ黒被膜だったらちゃんとね、そこら辺も気にしないで済むので、そういった面からもおすすめなんですよね。ぜひとも、お出かけから、こう、中まで個人的には一番おすすめしたいケーブルなので、HG の中で一番好きなんですよね。なので、ぜひとも試してみてください。今回の中で一押しっていうと C24 の2とか、ここら辺ですかね。さて、あとは最後になっちゃうんですけど、まあ、この大アロイっていうケーブルとか、そこら辺もめちゃくちゃいいんですけど、お値段が下がってて、なおかつおすすめしたいっていうと、この BROCC の方の新しいブロックですね。あともう一個ブロックって BLOCC の方もあるんですけど、どれかな？あ、こちらですね。BLOCC。こちらも安いんですけど、あ、こちらも安くなっちゃってますね。じゃあ一緒に紹介しようか。この BLOCC の方は、ウォームの音が欲しい人におすすめです。で、BROCC、さっき紹介、一瞬貼った、この茶色の方ですね。茶色の方は、こちらはそこまでウォームじゃなくてバランスの人におすすめ。さっきね、C4 の1をおすすめしたんですけど、個人的にこの価格帯だと、BLOCC が一番低音とウォームな音が好きな人向け。で、この茶色の方の BROCC は、バランスがちょうど整ってて、強調がされない音が好きな人におすすめ。で、さっき言った C4 の1が、感触傾向で、なおかつパワフルな音が欲しい人におすすめなんですね。この3機種に関しては全部布巻き で、なおかつ取り回しも良くて、で、こう高級感も感じる仕上がりになってますし、実際ね、この洗剤もやっぱりワンランク上なのか、こう、特にお気に入りのイヤホンに組み合わせてほしいなっていう感じがするんですよね。一応そのなんで安くなってるかっていうところは、HK その後にブルーアイランド、ブルーコメット、そして、スペースクラウドっていう3種類のケーブルを出してるんですけど、おそらくそこら辺のケーブルがこう、今上位ランクとして、HG が売りたいケーブルになってると思うんですが、そこに対してちょっとね、一世代前のケーブルになっちゃうので、今回はこういう風に安くなってるんじゃないかと思います。いつもね、安いってわけじゃないんで、たまにこう、
気分で上がったりするんですよ、このケーブルたち。なんで、今回はね、どれも安いと思いますので、もしケーブル探してたら、このタイミングに購入してみるのもいいかもしれないですね。本当にこう、ケーブルってどれもこれも、イヤホンの組み合わせとか、あと個人の好みとかで、印象がガラッと変わりますので、探すのってめちゃくちゃめんどくさいんですけど、今回はね、HCK のやつバーッと探してみて、明らかに僕がおすすめのものだけをピックアップはしてますけども、どんな傾向のケーブルが欲しいときに、このケーブルが今安くておすすめだよってことで、このセールに関しては一番参考になる動画にできたんじゃないかと思います。といった感じでいかがだったでしょうか。まあ、HCK のね、このサイト見ながら話すだけなんで、かなりお手軽な動画にはなってるんですけど、でも多分これ気を抜くとね、30分とか40分とか平気で話すんですよね。生配信にした方が良かったかもと思うんですけども、でもこんな感じでね、アーカイブに残すんだったら、やっぱり一問一答してないでこういう風に動画にした方がいいかと思いますので、今回はこんな形にしてもらいました。あとね、僕生配信だと上がるんでできないんですね。といった感じで今回はここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。レビューふぐみかんでした。また次回お会いしましょう。明日は多分イヤホンのレビューします。お疲れ様です。